はるちゃん、ブレイクスーザーゲストで、今回のスケロー人生の生きがい見つからない時の、かけら対処法をご紹介していきたいと思います。突然ですが、あなたの人生の生きがいは何ですか？よく謎の自己啓発セミナーで、一生かけてやりたいことを見つけましょう！人生の生きがいを探しましょうっていう宗教じみた講演を目にしますが、結論から言うと、人生に生きがいなんか必要ありませんし、逆に人生の生きがいというのを見出そうと頑張りすぎると、不幸になることは科学的に判明しています。だって自分の生活が楽しくない人に限って、生きがいというのを探そうとするじゃないですか。自分が生きていることに何か価値があったんだろうかなかったんだろうかとかいつも悩んでいる人がいますが、大抵の人はその明確な何かを見つけられずにそれをうやむやにして死んでいきます。もし仮に運よく生きがいてらいを見つけられたとして、それは10年後も30年後も50年後も本当に変わりませんかっていうことなんですよ。だったらそんなものを見つけようとしなくていいよっていうのが現在の科学をベースにした自然な発想です。人生の生きがいを見つける必要がない理由は2点ありまして、1点目は生きがいを明確にすると視野が狭くなってしまうということです。自分の生きがいはこれだと絞り込むと視野が狭くなって他のチャンスや可能性が見えなくなってしまいます。例えば自分はこの会社で働くことが最大の生きがいだなんて思ってると、他のもっと楽しそうで条件の良さの仕事に飛びつくチャンスがあっても現状維持で今の仕事に固執してしまいます。最低人生を変える大きなチャンスっていうのは一瞬しかやってきません。例えば YouTube 黎明期になんとなく動画を見てるだけじゃなく、もし自分が動画投稿を開始していたら今頃年収何十億とかなっていたかもしれません。つまり一瞬の気の迷いがあるだけで大抵そういったチャンスは消失してしまうので、生きがいなんて不用意に明確にしたりせず、面白そうなものがあったら飛びつくぐらいの姿勢の方がむしろいいです。スタンフォード大学のキャロル・ドウェック博士も、そもそも生きがいというものは決める必要がない、それは決まっていくものではなく変化していくものだからと述べています。我々は生きがいとか理想の自分とかをついつい追い求めなくなってしまう生き物ですが、人間っていうのは常に変化していく生き物です。だから例えば5年前にやりたかったことと今やりたいことは当然違っている可能性が高いと思いますし、同様にして今やりたいことと5年後にやりたいことも当然変化してくるわけです。だからどちらかというと、生きがいなんてどうせ見つからないし明確にする必要もないんだから、とりあえず目の前の面白そうなものに夢中になろうぐらいに軽く考えた方がはるかに人生は幸福になるはずです。というわけでラスト、さらに生きがいを見つける必要がない理由2点目は、生きがいとは見つけるものではなく工夫して生み出すものだからです。ジョージタウン大学のカルニューポート准教授も、多くの研究の考察から、生きがいというのは見つけるものではない、自ら工夫して作り出すものであると述べています。多くの人は自分が情熱を見つけられる仕事は必ずあって、その仕事に運よく巡り合いさえすれば自然と情熱は湧き上がってくるはずだと考えていますが、それは違うんですよ。情熱を感じられるような仕事ってのはどれがいいかなって探して得られるものではなく、目の前の仕事に情熱を見出せるように工夫することで、やっと仕事に対する情熱、生きがいのようなものが見出せてくるんですね。ロイファラ大学研究でも、今の仕事に対する情熱は前の週に注いだ努力の量に比例しており、過去に注いできた努力の量が多くなるほど現時点での情熱の量も増加していることは分かっており、あなたが転職とか生きがいにたどり着けるかどうかは、それを運よく見つけられたかどうかではなく、いかに工夫して目の前の仕事を転職にしようと努力したかに依存するわけです。合理的な考えができる人はそれをすでに実践できていて、現実を自分の力で工夫して変えていくんですよ。例えば今の仕事がつまんなかったら転職して新しい好きな仕事を見つけていくわけです。一方で人生の生きがいが見つからないとか本当の自分が分からないといつまでも嘆いている人は、現実を自分で変えるんではなくて、どこかで白馬の王子さんが私を助けてくれるに違いないみたいな幻想を抱いていて、突然世界をガラッと変えてくれるものや他人がきっと私を待っていると考えているわけですね。つまり現実逃避しているだけなわけです。だから人生の生きがいが見つかりませんの答えとしては、人生の生きがいをわざわざ見つけようとする必要なんかありませんし、答えのない問いに無駄に悩むくらいだったら、ひたすらやりたいことをやっていきましょう。やりたいことってのは勉強でも仕事でもゲームでも人に誇れることでなくても何でもいいです。またあえて生きがいというのを強引に定義しようとするならば、それは決して運よく巡り合うものではなく、他人がもたらしてくれるものでもなく、目の前の現実を自ら工夫して生み出すものと考えていけると、無駄なことに悩まずもっと人生楽しく生きれるんじゃないかと思います。自分を変えてくれるのは他人ではありません。自分を変えられるのは自分のみです。さらにですね、もっと超具体的に自分の転職ややりたいことをやっていくためのヒントとして、後悔しないキャリア選択、幸せになれる仕事選びの科学、最強の5原則を述べたハーバード大学らの研究の動画をコーナーのガラスくんで全部見ていてください。またですね、コーナーに攻撃していると僕の動画をもちろん見て嬉しいです。はい、ご視聴ありがとうございました。